で、内容的には真の教育を標榜するが、その内実は左翼ナショナリズムであると。漢字復活に反対、漢字教育は児童生徒の負担を増やすという理由で反対。キム・デジュン・ノムヒョン10年の左派政権の中で、支持育成されて育った教職員組合です。で、生徒の学力より組織の利益を優先する、教えることへの情熱より労働者としての給与アップに取りつかれている、主体思想、知恵思想というね、あの近日生のなど進歩的理念教育を行っていると、イデオロギー教育ですねを行っている。で、具体的にどうかっていうと、まず愛国歌を歌うなと。愛国歌っていうのは韓国の国歌です、を歌うな。2番目に国旗に敬礼するな。3番目に軍隊に行くな。4番目に反米親北米韓軍事同盟反対。それからこれ2005年にあった事件ですけれども、中学生180人を、パルチザン追捕祭、抵抗闘争をやったパルチザンのを敬うですね、祭典に動員をする。また5年から2年間北朝鮮の戦軍政治の偉大な勝利万歳というポスターを全教祖のホームページに掲載。これはさすがにね、国家保安法違反というもので、逮捕者が何人も出ております。そういうことをやる組織なんですね。で、これが日本とどういう関わりがあるかといいますと、新社会党という政党がまだあるんですね。これは広島県の方は、ご存知ですが、私も広島へ公園に行った時に新社会党って、あ、まだあったのかと思ったんですが、結構頑張ってるんですね。で、その新社会党支持を鮮明にしている広島県教祖との共同作業で両国が合意できる歴史教科書作りに取り組んでいると。まあ、どんな教科書なんですかね。それは恐ろしい限りです。それから韓国で実施された全国一斉学力テストに反対し、これも日教祖と同じですね。一部の学校でテストを受けさせないために子どもたちをバスに乗せて遠足に行っちゃったと。で、これをね、校長が認めたっていうんですね。これで今大変問題になってます。これはこの1週間ぐらいの出来事です。それから生徒たちに受験ボイコットを煽るんですね。で、生徒たちの一部がですね、マスコミの取材に答えて何て言ってるかっていうと、大学受験のための詰め込み教育は反対だなんて言ってるんですね。これもどっかで聞いたような、全くね、鏡みたいですよね。そういうことをやっております。そして今10年の革新政権が終わってですね、左翼政権が終わって、現在イ・ミョンバク大統領が登場して以降、これらの問題にメスが入っているわけです。で、7月末のソウルの市教育総監選挙、これは教育長ですね、を選挙で選ぶんですが、で、保守派が勝利をいたします。そうして全教祖推薦候補が落選をしたんですね。で、その結果どういうことが起きたかっていうと、全教祖が教育長と結んだ協定の破棄、違法な協定を結んでいて、それを破棄する。これも日本でもたびたび起きてきた問題であります。そしてそれまで財政支援もこの左派政権の時代に、これを教祖を育成するためにかなりの支援が行われていた。それも一切切るというようなところまで今来ている。さらに左派イデオロギーの教科書の見直し、教科書も全面的な見直しが現在進行中であります。教育情報公開施行令という法律によって、全教祖に加盟している教師の
名簿公開の要求が始まっていると。つまり変更教育を行っている教師をあぶり出すと、まあ、こういうことであります。それから生徒が教師を評価する教員評価制度の導入も行われるんですね。でこれに対して教員側はもう大変困ってですね、猛反対という状況ですが、中にはいいじゃないかっていうのもいるわけですね。そうして内部抗争が激化していて、この1年間で組合員が1万人減って今7万2000人だという状況にまでなっているわけであります。で私はこういう経過をたどって何を言いたいかっていうと、子どもたちをそそのかしてですね、全国一斉テストに反対して受験しない子どもたちを育てるとか、国旗に敬礼するなという子どもたちを育てるとか、生徒に反米集会でろうそくデモなんていうのをこのところずっと行われていました。例の狂牛病問題ですね。でこれらに生徒たちにプラカードを持たせて夜の集会に参加をさせるというようなことを露骨に行ってきた、組織なんですね。でこれと類似するようなことを散々やってきてるんで、まさに対岸の出来事ではないというのが、問題であります。で日教組について、言えば現在連合に加盟しています。連合という民間労組と観光労が一緒になったナショナルセンターの中に入り込んで、今何をしているかというと、平和フォーラムというセクトをその中に作ってですね、護憲反安保の運動をやっております。自治労と組んでるんですね。でこのセクトに対して、それはおかしいじゃないかと、もっと国家の基本問題について積極的な提言ができるようにしなきゃいけないだろうという民間労組側の例えば前線友愛同盟のようなところからですね、指摘もあるんですが、これらは一切関わりなしと。で結局昨年10月に、政権フォーラムという、国家の基本問題等を考えるセクトが、連合内部にもできました。でこれらがこれからどういう展開になっていくのか、我々としても注目をする必要があるだろうというふうに思います。要するに日教組というのは去年60周年を迎えてですね、この60年間で何をやってきたかっていうと、まさに闘争に明け暮れた60年、そして戦後教育を GHQ に押し付けられたそのまんまを御所を大事に守り抜いて、児童中心主義、子どもが主人公だという教育、そして男女共同参画のごちゃ混ぜにした区別は差別だというね精神でやっているような、運動をこの間ずっとやってまいりましたし、児童の権利条約の批准に伴って、子ども中心主義を一層推し進めて、教師は指導しない支援するという方向でのこともやってまいりました。道徳教育については反対はしないが押し付けには反対だということで、全て子どもの意思のままにという教育論を展開をしてまいりましたし、政治闘争としては中曽根内閣の臨時教育審議会関連法案の時には全国統一ストライキまでやってですね、これに反対をしました。また昨今教育基本法問題の審議の山場には教育の危機宣言というものを出し、最終段階では教育非常事態宣言まで発出して、1人1500円を集めてですね、やりました。国会前ので座り込みをしていた皆さんご記憶にあると思うんですが、全国から延べ8万人動員してですね、これは一般教員ですから教室を空にして出てくるわけです。でそういうことで自分たちの政治闘争をやってきた。何が教育非常事態なのか、あなた方のやっている行動がもたらすことがまさに教育を非常事態に追い込んでるんだという認識に立たなければおかしいんですけれども、彼らは思い込んだら命がけで今一生懸命頑張っていると
という状況であります。それからまあどのぐらいストライキをこの間やったかっていうとですね、教育政策反対闘争、賃金闘争で、全国682万人がこのストライキに参加をしております。